ハロー皆さん、どうも。プロスピ2020ペナント編阪神タイガース日本一物語、続きやっていきたいと思います。んじゃいつも通り出番プレイ、チャンスになると俺がプレイしていく、よろしくお願いします。久しぶりですねこれ、試合大出設定な、うん、ものすごく久しぶりだと思います、声を出してするのやっていきましょう。でこれなにこれ、なんかねアップデートを適用したんですよ、うん、夏分のね秋のアップデまだでしょこれ、夏のアップデが来てたんで適用したんですが、これ勝手に変えられたんかな、そうでもない、まあ変えましょうかね。ええ、なウェポンな対談するよな、マジで悲しいねほんまに、まあ、福留さんとか能見さんもそうなんやけど、球児とか何よりウェポン対談はもうショックがでかすぎるわ俺にとっては。高山ウェポン、サンズ丸って大山で、大山はね今年覚醒しましたね、マジでやばいよなこれ。中谷7番でいいか、 OK よし。でチームプレイかな、ちょっと久しぶりすぎてあんま覚えてへんのやけど大丈夫かな。はい、まあ、ちょっとこれほんまに久しぶりとかいうレベルちゃうよな、3ヶ月ぶりとかじゃないですかね。8月以降プロスピ20は投稿しなかったと思うので僕ちょっとねストックがあるわけでもなく、ただただ僕のモチベが超クソ化してたってだけです。はい、あまりにももうなんか動画投稿なんかモチベがねほんまクソ化してたんで申し訳ない。まあその期間何をしてたかって言われると特に何もしてないですね、うん、なんか趣味見つけようと思って、まあ、これはまだつい先日なんですけど、ね、ちょっとウクレレかなんか絵を描くこと、絵描こうかどっちかこう天秤にかけた時に、まあ、ウクレレとかも覚えるんクソだるいやん、めっちゃ大切やなと思って、うん、今から音楽とか、だからちょっと僕昔絵をかじってたので、うん、絵描くん好きやし、でペンタブとかで絵も描いてたんで、2万円のねあのアマゾンで高評価星5つに近いやつ、中華製の液タブをなんと購入いたしました。パチパチパチって言うてくれ誰か祝って、クッソどうでもいい話だけど誰か祝ってくれ。だもしかしたら今後ね俺の描いた絵が投稿されるかもしれん YouTube 上に。おっとちょ待て、集中しよう、これは無理です、これは無理です。まあ、アマゾンで検索したら出てくる。うん、ワコムじゃないやつ。ワコムじゃないやつ。なんか、X なんちゃらこんちゃらペン。メーカー名ちょっと忘れたんやけど。それの、星が5つに近い。高評価。てか、レビュー数が300何件あるやつ。アーティスト12プロか。そんな名前。中国製のな。それを買っ、買うたんで。ただね、そうクリスターの使い方をだが今学んでる最中ですね。うわっやらかした、これなミートカーソル動かへんのよなマジでな、よう当てた、抜けない、松山素晴らしい守備、マジですごい守備やな今の。ペイントソフトってた、えペイントソフトってささあが言えへんねんけど、クリスタでええんよな、 SAI サイヤあるやん、あれサイって呼んでええんかな、めちゃくちゃ昔からあるやつ、もう10年以上前からあるよな。クリスタでいい、よろしいんですか絵描きの人、ちょ絵師の人誰か教えてくれ。今初心者講座の動画見まくってますねクリスタの、まあ、とりあえず僕が昔からよく描いてるスーパーマリオくんをね今はちょっと練習してます、液タブで、液タブマジで描きやすい、もうペンタブがゴミに、
そう、もうペンタブとか押す専用タブレットみたいな、タブレットじゃない、専用機器みたいになってるから、押すっていう音ゲーがあるんですけどね、 PC でできる。やばい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 、まあいいわ、もう久しぶりやからね、久しぶりやからこんなもんよ。まあだから僕のその第、どうしようかな、第1回、いや違う、第1回じゃないな、1個目の絵はスーパーマリオくんになるかもしれない。それを YouTube に投稿していくと思う。うん、みんなよろしく。だからマリオくん知らん人予習しといて。もうコロコロ読んどった人なら大体の人知っとるやろ。マジこれ当たらへんわ、たま。もうマジ当たらへん、前は。まあ、次プロスピが投稿されるのはまた1ヶ月後とかになるかもしれんな、これ。1ヶ月後、2ヶ月後、もしくは半年後とか。代打出した方がいいかな。まあまあまだ生かすか。え、糸井さん出てきたね。これはちょっと厳しそうかな。あー、終了。まあこんな感じ。2安打誰が打ったんやこれ。高山と上本だけか。
はいはいはい。じゃあ次行ってみようか。水曜日の2戦目。2戦目。ちょ、こうピッチャーの方で失点、ピンチでプレーしたら長なるかな。長なりそうやな。まあ、2試合目は、フィールドプレーでいいでしょう。守備位置大丈夫か。あ、大丈夫。うわ、外野がファイヤーフォーメーションすぎるな。まあ、ウェポンですね。バッターの時だけど。はい。もう一花咲かせてあげたいな、このシリーズでね、ウェポンは。まだまだやれるってところを見せてやろうぜ。あ、ちなみにもう装備品とかはね、変えてません。だ、これいつの装備品やろな、俺が設定したん。めちゃくちゃ季節がまだ春より前のか。だいぶ前やで。打率は2割9分。意外とハイアベレージ。まあ、そこまでハイアベレージでもないか。さあ、この応援歌ももうな。うん、あ、ボール ?OK、OK。おし。まだまだできるってところね、見せていこう。球団に。阪神タイガースという球団にアピールしていこうぞ。やべえ、バントのサインとか出しちゃうちゃうやろ。出しない。 OK。 これはやばいね、これはやばいね、うん、今のはえぐいわ。これ抜けてほしいんやけどな。おっしゃおっしゃおっしゃ。うわー、松山きしょい。それは松山やな、打ったやばくね。カーブえぐいな。これやめてほしい。いやー、プリンス守備がうまい。もうめちゃくちゃ俺マイクにさ、口近づけて喋ってるけど聞こえてますか？大丈夫？うん、ちょっとリップノイズとかはね、勘弁してくれ。俺マイク1000円のやつやから、10年チコ使ってんのかな。いや、1回買い替えてるな。この前も言うた、もうね、負けとるし、しょうもない。いや、1回買い替えたから、買い替えだけど同じやつをね、使ってんのよ。エレコム、これどこだよ。あ、3話か。3話の1000円マイクですね。それをなんかさし、何、アンプかなんかに挿して音量調整して使ってます。
オッケー。うわー、はいや。こいつ球速いな。これは仕方ないですね。完全に球威に押された。まあ4の2マルチやから今日4範囲かな。まあこれで、うわナイス。マジか。落ちるんちゃう松山。うーわもうしょうもない。やばいだろ振り回し。これはねやめた方がいい。最悪すぎる。はあ、これは危ない。あーダメだったか。これ先般になりかけてるぞ俺。大丈夫かな。おー、またかよ。これはちょっとまずい。156はやばいわ。スリーベースな。きた。矢野のこんなん初めて見たから。何今の演出。あんまり見たことない演出が見れましたね。そしてここ、いやもう宇宙間真っ二つ。完璧だったな。これはもう勝ったろさすがに。よし完璧、ヒーローは俺だ。さあヒロインは当然当の前大山でした。え、いや上本でええだろそこは。決勝打打った、なんで俺じゃない。俺や俺や。まさかのね大山でした。いやーでもウエポン対談ショック精神的に来てて、プロスピでウェポンでヒロインじゃないわ、ヒーローになれたのはすごく喜ばしいことだと僕は思いますが、皆さんはどうでしょう。まあね打率もてかみんなこんな打ってなかったんやな。全然みんな打ってない。高山だけやん割りかし打ってるの。あと近本か、まあ、総動員も総動員やなこれ。何人つこてんねん。ほぼ総動員じゃね今。したか。これは楽しみだな。秋山な操作してもええと思ってんねんな。そやな秋山操作するか。失点ピンチでいくか、うん、で5点差以上ならもうスキップです。やる意味ないです。ピッチャーは秋山でいく。小野でもいいか。まあいいや。
土井さん今回下げよう。高山は弱いな。まあこうかな。これですね。よし、これでいってみようか。でこれってピンチでプレイやからチームプレイやな。こんなことまで忘れてる。オッケー。21時半か。寝るにはまだまだ早い。でみんなってさ何時に寝よ。俺大体、いやもう俺ちょっとこのなんか寒くなってきてから朝の6時とか7時に寝て昼の1時とか2時に起きてんねんけどちょっと前まではねまだ暑かった頃は朝の10時半とかに起きれてたんやけどな。朝の6時とか5時とかに寝ても、うん、いややっぱ寒くなってきたら毛布から出れんようになるやん寒うて。ほんで起きてさなかなかな、そんな目覚ましかけといても、うん、こうスムーズがあれな、どんどんずれてって、もうちょっと、あと10分、あと10分。それの繰り返しなんですよ。それの無限ループに陥って、結局起きたら昼過ぎっていう。嫌になる。なんか昼に起きるの嫌なんよな。一日がすぐに終わるんで。うまい。これはうまいな。まあ、万の手の打球はほんまにイライラするからやめてほしい。これね、寝ろてる？こんなほんま。おかしいでしょ。お前メジャー行けよ。ダメだ。やっぱ秋山、俺が最初から操作した方が絶対抑えるわ。自体そんなに高くない選手なんで打たれるんですよ、ね、オッケー。よし、いや上位打線がなほんまにやばいわ。広島マジでキモいいい意味でキモい。うーん、抑えれるこの打線やばいだろ。オッケー、いやうちの上位陣も負けてないということですかね。お、菊池が気色悪いんよな。おお、これどう投手データ。まあ変えてもいいかなと。7回、これ変えてもええかもしれんな。え、守備交代リリーフか。変え方すら忘れてるわ。7回はまあ島本とかにでも行ってもらいますか。うん、でもここに入ってもらおう。で守備はそのままでいいかなと。いや守備も変えるか。高山のところにエゴシをセンターに入れます。んー、キモい。ショート内野安打はキモい。田中康介やべえな。得点圏が沈下数。さあこれも打てる気配ゼロ。これはちょっと、打てる気配ゼロ。ありがとうイケメン。いやこれね、島本はねそのまま行っていいかもしれない。うわピレラか、まだこんなん残ってた。
いや、そのまま生かしたら、おはぎ登場。おはぎが投げてくれ。まあ、1点はしゃあないな。絶好調選手だからね。これ誰が取るの？マルテか。ゲッツー取れたら最高やな。いや、スライダーで。これは助かる。 PP さんサンキュー。これはね、やらかし、うん、これはやらかし。あれ、3点入ってないや。足遅いね。まるで球威のない球を投げてしまったわ。岩崎行かせた方がいいかもな。ちょっとこれ怖いな。変えよう、うん、あまりにもちょっと球威がなさすぎ。能見さんでええわ。いや、エドワーズあんま操作しやすいと感じへんね。能見さんの方がマシかもしれない。アホや。はい。いや、もうこれは大戦犯ですね。変わりっぱな初球打ちのキャッチャーへの、こんな。センキュー松山。ありがとうございます。能見さん神。さあ、2試合連続2桁安打での勝利となりますかね。 A、 いや、久しぶりにプロスピ2020の方をやってますが、うん、勝てるということが分かって一安心やな。これで負けてみ、うん、またちょっとモチベが下がるで。ただ勝ったことにより俺のモチベが維持されている。これは朗報。センキューマルテ。お前がな、リアルで犯したあのクソみたいなエラー忘れんけど、こっちの方では、活躍してくれてますね。大車輪とまではいかへんけど、でもお前のあのクソみたいなエラーは俺は忘れはしない。すまん、マルテ。いや、上位打線機能しまくりでやば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 、うん、ええー、なあ。ウエポンホームラン打った。うわ、これウエポンやばいわ。なんかほんまにゲームの方で逆に俺をもうな、解雇すんなと言わんばかりの活躍してくれてますね。打率も3割5分か。いきましたね。カイ君とヨウカワか。はいはい、クマがイケメン。はい、オッケー。はい、今の時間は中日戦からで続きやっておりますんじゃ、みんなまたね。